今の China 自治区の米中問題、中国が固定ゼロと、この貿易問題が解決しない限り、経済がガタガタになると、まあ、言われて China 自治区になるわけだ。アメリカが同じように中国とリスクを共有するという、中国にもリスクがあればアメリカにもリスクがある。いわゆるアメリカのマイクロソフトだとか、いろんな新しい技術革新で作り上げた商品は中国で作ってるわけですよ。中国で作って、中国はそれを輸出して、アメリカがそれまで買うと。アメリカブランドであるがメイドインチャイナなんです。そしてアメリカはそれを全世界に売って利益を上げる。こういう、まあ、相互の貿易が依存状態にある中でですね、お互いに1兆ドルの赤字だと。それはアメリカがそれだけまた外貨を稼いでいるわけだ。だから、1兆ドルの赤字だから、これはまあ6年間で1兆ドル。そして人民元が安くなる。まあ、そこは知的所有権の問題だと。いろんな 話し合いが 行われておりますが、まあ、それらの全てが相互に棒で風呂を湧きでくる。まあ、そこでこれはトップ会談で、いずれ関係を改善するであろうと私は思うわけだが、このチャイナリスクと言われるこの貿易戦争というものが、経済的ロジックだけでなく、政治的および安全保障面での対立に発展し、ペンス副大統領が言う鉄のカーテンだと言い出してきてる。だから経済的対立から政治的安全保障の方向へ広がり、第二次三次のいわゆる冷戦時代を作るんではないかと。まあ、こういう中で行われている米中関係をどのように我々は捉えるか。誰がやってんだと、これは。こういうシナリオを書いてるのは、やはり戦争を誘発するための環境整備ではないかという面から捉えていくべきではないかと私は思うんですよ。だからそういう中で、台湾海峡の紛争、および日本海、朝鮮、日本との環境が戦争に向かい、ひいては大恐慌の始まりと、その後の戦争というもので、またガラガラポンじゃないが、戦争と破壊、そして復興というものをまた作り出すんではないかと。まあ、こういうふうに私は見ております。だから、それに巻き込まれないようにするのが、今、我々の日本という国の、国家戦略として、十分計算に入れて考えておくべきではないかと。それによる
日本の国際政治の場で行動発言を考えなければならない。八方全方位に対して十分な気配りと配慮をしながら、日本はそれに負け込まれない方法を取るにはどうすればいいのか、これを考えた上で舵取りをしなきゃいけない。この舵取りは非常に難しい。今のような選挙で選ばれたど素人のバカどもではできません。